ごくどうが小賢しく生きる方がよっぽどアホらしいよ。今は世の中金貸し合いする時代だ。その時代が求める国道の姿ってのはなんだ。生き方の良し悪しじゃねえ。おめえ時代に合ってねえってだけのことだ。本気で備えを持っとるんやったら俺に言い訳するまい。さっさと掛かってきたらどない。自分のくだらん生き方を見分けづらでごまかさんで済むで。なるほど、そうかもしれねえな。おめえみてえな熱のある男にはついごまかそうってやだな働いちゃな。 ごろに女に高い酒全部くだらねえ戯言だ。そいつを漁ってるうちに俺の背中に背負ったせいをえらく言わせちまった。もともと俺は人を殴るのが好きでな、相手がムカついたから殴るんじゃねえ。殴るのは好きだから殴った。 ねっからの極道のくせにいつからか、てめえの血流すのが億劫になってな。金まみれの小賢しい極道を演じるのが楽だって気づいちまった。もっとも楽に生きるのは楽しいとは限らねえがな。せやったら 最後にお楽しみができてよかったやないか。お前らは殻の一つぼっちゅうざれ言のために群れになって誠を引き裂いた。もう二度とあの子お前らのざれ言には付き合わせん。ここで俺が全部しまいにしたる。 安心せえ。堂島組のお仲間も後からまとめてあの世に送ってるわ。 Come on.
踊らされてなかったら、その拳でてっぺん取れたかもしれん。あんたにはそれだけのもんがあったはずや。長いこと極道 立ち位置が見えてきちゃう。風間の頭みてえな男がいる限り、てっぺんを取ることができねえ。なんてな、俺もよ、もう少しおめえみてえにバカだったら。 俺かてそない馬鹿正直に生きてきたわけやない。せやけどな、俺の周りにはバカに生きて、バカに死んでった男たちがおった。そいつらのくだらん生き方が俺は男の最高の生き様やと気がついたい。 余計な真似していたねえぞ、おら。島野が始末したはずの男がこうまで俺に盾ついてくるとはな、マジバ。 おかげで阿波野も使い物にならなくなっちまった。島野も消さなきゃならねえ。面倒ばかりだ。堂島宗平、そこにいる男は体力で一番金がかかる殺し屋だ。
そいつに仕事を受けさせるルートと金がある限り、俺は誰だろうが好きにやれる。力ってのはこういうもんだ。お前らだけはもう何があっても死んでもらわな収まらんのや。せやないとあの子は黒い闇から逃れられん。ラオグエイ、油断するなよ。地獄の底まで引きずり込んだるわ。どうじめ。おとなしく待っとるや。こっちはもうすぐ済む。その次がお前や。マジな。